こんにちは、岩田ボルトのソシです。いつも視聴いただきありがとうございます。今回は二次用材料について説明したいと思います。いろいろな材料がありますが、一番使用されている鉄の材料について、こちらの4つのポイントをお話ししたいと思います。まずはじめにネジの材料はどのようなものか見ていただきます。次に材料として使用している炭素鋼について詳しく解説します。それから材料の構成比についてと、接近の鋼材価格の動向、最後に材料について順に説明していきます。それでは早速1番目のネジの材料を見ていきましょう。はい、1、材料はコイル状で線材になっています。右上の写真中央に写っているのが材料になります。そして2、線材を機械に取り込む手前でまっすぐに矯正している様子が右下の写真です。動画がありますのでご覧ください。こちらがコイル状の線材です。まっすぐに矯正されています。はい、次に3、見ていただいた線材は炭素鋼と呼ばれる鋼種になります。この鋼種について詳しく説明していきます。炭素鋼の種類、炭素鋼はネジの材料として最も多く使用されている材料で、製鋼法の違いによって3つの鋼種に分類されます。代表的な用途や表記方法についても説明します。1つ目がキルド鋼です。鋼中の不純物が少なく、組織が均一で高品質、高い機能要求のネジやボルトに使用されています。2つ目のアルミキルド鋼は、前後して恐縮ですが、先ほどのキルド鋼と3つ目のリムド鋼の中間品質で、タッピングスクリューに使用されています。最後のリムド鋼はキルド鋼と比べると不純物が多く、品質が安定しないため、一般の汎用製品に多く使用されています。これらの材料は JIS で規格化されており、表記方法が決められています。キルド鋼は SWCH40K や 45K、 アルミキルド鋼は SWCH16A や 18A、 リムド鋼は SWCH10R というようにアルファベットと数字で構成されています。表記方法を3番目のリムド鋼を使って詳しく説明します。 SWCH はカーボンスチール、ワイヤーズ、コールドヘディングの頭文字を並べ、その後ろの数字は鋼中の炭素濃度を表しています。最後のアルファベットは3つの鋼種を表しています。岩田ボルトでは見積もり検討の際には材料の使用を重要な確認項目にしています。品質管理面と価格構成の影響が出るためです。次の材料の構成比を見ていきましょう。ネジの材料構成比、基本的には材料比に加工費として代表的な圧造、転造、熱処理、メッキ費用を積み上げて価格を構成しています。特殊形状や熱処理、メッキの有無により加工費は異なりますが、材料費は保たれますので少なくない構成比を占めることになります。最後にこの材料価格の動向について説明いたします。鋼材価格の動向、1、鋼材は鉄鉱石とコークス、石炭から製鉄されます。2、今主原料であるこの2つが高騰、高止まりしている状況です。3、中国をはじめとする旺盛な需要に供給が逼迫しています。
原油価格高もあり、さらに上昇傾向にあります。そこで岩田ボルトでは各国の営業所で勉強会展示会を開催し、積極的に VA 提案活動に取り組んでおります。ぜひお近くの窓口営業所までご連絡お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。